モモセススムロクは、日本の航空機、自動車技術者。富士重工業の四輪自動車、ブランド、スバルの初期車種開発で、設計統括を担い、日本の自動車種における卓越したエンジニアの一人に、数えられる。主な作品に、日本初のモノコック構造リアエンジンバス、富士号、スバル360、初代スバルサンバー、スバル1000などがある。 1919年2月に長野県塩尻市の増資家の家に生まれる。松本高等学校を経て、1939年に東京帝国大学工学部航空学科へ入学し、原動機を専攻。1941年12月の卒業後、翌1942年1月に中島飛行機株式会社に入社。その直後、20日足らずで招集され、 海軍技術士官として、海軍航空技術省に配属。翌年、中島飛行機に派遣。偵察機、再運用、誉れエンジンの改造に従事した。1944年、除隊士中島飛行機に復帰。引き続き、再運へのターボとインタークーラーの開発に従事するも、試作機が完成した時点で終戦となる。富士号スバル1500スバル360。 スバルサンバーバンスバル戦敗線後、中島コンツェルンの財閥解体に伴い、伊勢崎工場を継承した富士自動車工業に転じて、バスボディ仮想設計に当たりつつ、1949年に航空機技術を活かしたフレームレス構造リアエンジンバス、富士号を開発。その後の日本のバス設計に大きな影響を与え、 富士自動車工業の後ろ身である富士重工業が、その後大手バスボディメーカーとして発展する基礎を築いた。さらに富士重工業成立後にかけて、小型乗用車や軽自動車開発へと進み、高度な技術を組み込んだ先進的モデルの市販化を実現、富士重工の四輪自動車メーカーとしての地位確立に貢献した。二代目。 レガシーの歴史的な商業的成功を見届けて1997年1月21日、成居。去年77。1954年に自動車生産進出のための第1号試作車、スバル1500を開発。当時としては、画期的なモノコックボディ、前輪独立サスペンションを採用したが、メインバンクの日本工業銀行が同業他社の大株主であったため、 設備投資への同意が得られず試作のみに終わった。試作された、数台は、富士重工業の車用車や地元のタクシーとして使われた。1955年からは、スバル360の開発を主導した。1958年に発売された同車は、軽量な車体による当時としては、画期的な動力性能、独自のサスペンションによるソフトな乗り心地、 極限まで煮詰められたスペースユーティリティによる良好な居住性など時代を先取りした人間優先の設計思想により軽自動車の設計に新しい可能性を切り開き1970年まで継続生産された1961年にはキャブオーバー系商用車スバルサンバーを開発その後モモセの理想であった全輪駆動車の開発に取り組み 等速ジョイントの完成形の一つといえるダブルオフセットジョイントを世界で初めて実用化することで FWD の欠点を克服したスバル線を完成させた。1966年に発売された同車は水平対向4気筒エンジン、電動式冷却ファンインボードブレーキなどの当時では画期的な新技術を満載しており、その根本的な設計思想は 今日のインプレスされがしいォレスターなどに受け継がれている。戸籍上は旧字のモモセ。同社の基本ゲイアウトは2012年の自社開発者まで継承された。この時点でモモセは自動車設計の第一線から外れたが、これにより日産自動車と提携後のレオーネレックスなどの富士重工の製品から360や1000のような 独創性や簡潔なスタイリングの魅力が失われたと言われている。ありがとうございます。